質問はですね、どうしたら議場を晴らすことができるのでしょうかと。どうしたら議場を晴らすことができるのでしょうかとい う, こういう質問ですね。このことについては親鸞聖人は次のように教えられています。教行信書信巻ちょっと渋谷見たですね。360ページ。右から1,2,3,4,5,6 7行目、8行目ですかね、ですね。自信共認心、自信共認心、何中天教難、大悲殿府家、大悲広くですね。府家、新城法仏頓と。自信共認心、自信っていうことですね。自らこの信じるというのはですね、大悲を信じることです。大悲を、ね、大悲って何ですかと。大悲って仏様の慈悲って思いますけど、仏の悟りを開いた人が初めから大悲を持っているわけではありません、ね、仏の悟りを開いた人は仏だけど、仏の悟りを開いた人は初めから大悲を持っているわけではないんです、ね。私たちはですね、どこに住んでいるかというと、この世界は家宅という世界です。家宅という世界、ね、家宅という世界はどんな世界なんですかというと、家宅という世界はですね、そこに住んでいる人たちはみんな自分を責めてるんです、ね、悪いことをしてはいけないと、みんな自分を責めている世界なんです。だから放っておいても不安が吹き上がっていくんです。これが家宅っていうね。まず共通していることは、この家宅にいる人たちはですね、みんな自分を責めている。なぜか、悪いことをしちゃいけないから、悪いことをした人はいてはいけないって思うから、そして自分はそんないい人間ではないか。だから自分なんていてはいけないと、いつも自分を責めている。こういう世界なんです。
だから誰もがここにいちゃいけないって思ってるんですよ。私だけがここにいちゃいけないって思ってて、みんなはいていいんじゃないかということではなく、みんなこのがっていうね、鎧を崩したならば、みんな自分をここにいちゃいけないものだっていうふうに思ってる。ここが大事です。だから固くっていうふうに言うんですよ。ここが大事ですね。だから誰か、そう、がという鎧、ね、理性という鎧が崩れたら、ね、私たちはこの自分の心、下の心を見ないように見ないように生きてるんです。なぜか、もし見てしまったらここに存在してはいけないってみんな思ってるんです。この世で誰か一人でもですね、自分はここに存在していいって思ってる人はいません。こういうことをしたから、ああいうことをしたから、いちゃいけないんだではなく、きっかけなんですよ。無常というきっかけ、ね。無常というものがやってくると、みんな我が崩れて、自分の心が見えるんです。自分の心が見えると、みんなここにいてはいけないっていうふうに思ってるんです。あなただけじゃない。あなただけがいてはいけないっていうふうに思ってるんじゃなくて、みんななんです。まずここがこの家宅という世界であり、エドという世界なんです。エドってどんな世界なんですかって言ったら、エドっていうのはみんなここに存在してはいけないって思っている世界なんです。逆に言うと、浄土ってどんな世界かって言ったら反対ですよね。ここに存在していいんだと。私は生きてていいんだ。役に立たなくても、能力がなくても、迷惑をかけても、生きてていいんだと。こう思える世界が浄土なんです。ね、仏様は江戸から浄土まで連れて行ってもらうことによって仏になってるんですよ。この大宇宙の仏様はですよ、ね、みんなその江戸にいたんですよ。江戸、この家宅にいた。自分なんてここに存在してはいけないんだって思っている方が、ね、昔はそう思っていた方が今仏になってるんです。その仏様になるまでにですよ、どれだけですね、仏様の心を疑ってきたか、仏様の御心を串出しにしてきたか、ね、仏を責め、仏を呪い、仏を八つ裂きにしてきたか、ね、龍樹菩薩は自分が悟りを開いた時に、我幾千もの仏様の目をくり抜き、我幾千もの仏様の肉を食らい、我幾千もの仏様の血を飲みですね、我幾千もの仏様の服を着て今がある。みんな信じられないものなんです。みんなここに存在してはいけないって思ってるんです。ね。そんな人をですよ。ね。そんな人を、あ、ここに生きてきてね、ここに存在していいんだと思える世界に連れていくと。それが仏様の仕事なんです。これが大悲を伝えるってことなんですよ。大悲を伝えるってことは、ここに生きてていいんだよと、ここにいていいんだよと、どんなにね失敗した人でも、どんなに迷惑をかけた人でも、ここに存在していていいんだよと、
そう思えるようになるまで導くのが大悲を伝えるってことなんです。だけどここに書いてあるように自らが大悲を信じる、自分自身がですね大悲の存在を信じることも固い難しいことなんですよ。難しいことなんだ。自分自身が大悲を信じるっていうことも難しいことですが、ね、あなたに、人っていうのはあなたに大悲を信じさせるということは、ね、この世に難しいことがある中でこれ以上難しいことはないんだと。ね。それほど難しいことなんです。またピーピーしてよ。ここに会うの？それほどここにいる人たちは自分はいちゃいけないんだと思ってんです。だから常に自分を責めて不安が吹き上がる。ね、そしてその不安をお前が悪いんだと押し付けるんです。お前こそいなくなれと押し付けるんです。これが固くという世界なんです。だからこの世界では何が善で何が悪か、善悪ね、善悪を問題にする。聖者を問題にする。なんでか。それは正しいものが間違っているものに汚れを押し付けることができるから。善人が悪人に汚れを押し付けることができるから。だからみんな悪者にならないように生きてるんです。いいですか？悪者は悪いことをした人じゃないんですよ。みんなから汚れを押し付けられている人なんです。ね。みんな心の胸の中に不安を抱えて、その不安を誰かに押し付けることしか考えてないんです。そうしないと心が不安で潰されてしまうんですよ。この不安っていうのは心を殺していくから。だから一定の割合で不安が溜まっていくので、それを誰かに押し付ける、押し付ける人が必要なんです。受け取ってくれる人が必要なんです。その受け取ってくれる人を悪人と呼ぶんです。私たちは悪人を常に探して、その人に不安を受け取ってもらおうとするんです。受け取った人はどうなるか。この人の分もこの人の分もいちゃいけないんだって思うんです。わかりません？いいですか？みんな自分を責めている世界なんです。この世界は。それはわかります。そして自分を責めると不安が起きてくるんです。不安がっていうのはここにいちゃいけないんじゃないかっていう不安をみんな持ってるんです。みんな持ってるっていうのは浄土してる人でも持ってる。持ってます。浄土に往生していない人はみんな持ってます。もっと言うなら仏の悟りを開いてない人はみんな持ってるんです。みんなです。この地球上はみんな持ってるんです。誰か一人持ってない人がいるなんてことはない。その人は仏だから人じゃないってことです。人間である限りみんな持ってるんです。私だけが持ってるんじゃないです。この人は
持ってないです人間じゃないですそしてそれを胸いっぱいに溜めると心が死んでしまうんです。つまり時間とともに不安が増していく世界の中で胸いっぱいに不安が溜まると心が死んでしまうんです。だからこの不安を誰かに押し付けないとこの世界では生きていけないんです。押し付けるっていうのは責めるってことです。責める人ほど不安を吐き出してるってことです。責められている人ほど不安をもらってるってことです。責めれば汚れを渡せるんですか。責めれば汚れ、その責めることによってここに溜まってる汚れを吐き出してるだけなんです。吐き出してるのが責める。間違ってることを正してるんじゃないんですよ、うん、責めることによって自分の中に溜まってる不安を相手に押し付けてるだけなんです。そうです、関係ないんですよ。だからこれが悪いから責めてるんじゃなくてね、仏の眼から見たらこの不安を誰かに押し付けてるだけなんです。その不安っていうのは何ですか。そのいちゃいけない、そういちゃいけないんだという不安を持ってる。ここにいてはいけないんじゃないか、これここにいてはいけないのではないかっていうのは生まれてくるべきではなかったというのと同じです。一緒です。生まれてくるべきではなかったんだ。生きているね、生きていてはいけないんだ。ここに置かしてはもらえないんだ。今すぐ出ていかなくちゃいけないんだ。いてはいけね、生きてちゃダメなんだ。早く死ななくちゃいけないんだ。出ていかなくちゃいけないんだと、こういう思いです。それをまあ親っていうのは悲しいことに子供に押し付けながら生きてるんです。子供は弱いから、そして子供は親から見たら間違ってるところが多いから、だから親がですね、自分に溜まっていた不安を子供に押し付け押し付け押し付け生きてるんです。そうやって親は生きておれるんです。そして子供は受け取り受け取り受け取りね、苦しいから心の奥底にね、押し込むんです。押し込むとどうなるか、この不安が心の中で押し込まれたものをね、触りって言うんです。石のような疑いと書いて、触りって言うんです。今、説法を聞いて、いや、信じられないって言ったのは、それはそれだけ自分の心を殺してきた数なんです。誰かに確認することができずに自分の心を殺してきた数なんです。触りがない人なんてね、そんな幸せな人なんていない。みんな自分の心を殺して今があるんですよ。親から受け取った時にね、この不安いっぱいの心を誰かに分かってもらいたい。でも分かってもらえる人を親って言うんですよ。その親からね、なすりつけられた子供ほど不幸な人はいないです。だからもう殺すしかないんですよ。凝縮させて石のようにしてね、心の中に溜めておくしかないんです。その一回一回が心の中に石のように溜まっていく。これが触りと言われる偽情です。偽情。なら子供の心を殺さないように殺さないように生きていくなんて、すっごい大変なことなんですよ。そんな親が功徳に満ち溢れて不安がない人っていないから。だから必ずその不安を子供に押し付けて、子供はその不安を押し殺して生きてるんです。長い年月をかけてそれがしこりのようにね、溜
はまっていくんです。何度も何度も何度も自分の心を殺してきた、そのね、数の分だけ触りが出来上がるんです。そしてあなたを見捨てませんよって言っても、そんなはずはないって出てくるんです。そんなことはない、そんな人はこの世にいない、そんな人がいたら殺さなかったんだって思うんです。はい、みんなそうだもん。そんなひどくなくたって、みんな自分の心を殺して生きている。そんなひどい人はさっぱりね、響かない。ん？聞いてもちょっと響くっていうことは、まあそれなりに殺してきたっていう、たくさん殺してきたわけじゃないってことです。人を責める人は一時減りますけど、結局責めれない時には溜まっていくわけです。だから常に親が不安をね、いろんな意味で押すけど、勉強したの？宿題はやったの？言うことを聞きなさい。そういうことを通して不安を押し付けていくんです。思ってますね。だって不安を押し付ければ押し付けるほど有意識ですから、こんな人はいてはいけないって気持ちが強くなるんです。責めるときにね、お前は悪い、お前はやっちゃダメだ、こんなことしちゃダメだって言って責めるから、跳ね返ってどんどんと不安が大きくなる。不安が大きくなればなるほど人に押し付けずには折れなくなる。だからこの世界にいる人たちはみんな不安を押し付けて生きてるんです。不安を押し付けずに生きてる人なんていない。そしてみんな触りを持ってるんです。触りがないようにね、触りを作らないようにね、育てるなんて仏教の環境以外無理。だって親自身も不安を作ってる。どこかで吐き出さないとね、どこかで受け取ってもらわないと無理です。関係ない人に吐き出すことができればいいですよ。子供には吐き出しちゃダメだ、関係ない人に吐き出せばいいですよ、ね、その時もお前が悪いって言って吐き出すんです。でも多くの場合は子供に吐き出す。3人兄弟とか4人兄弟だったら必ず1人にそれが集中する。その一人ってどういう人なんですか？その一人は一番兄弟の中で優しい人です。心優しい人が受け取るんです。親が受け取ってもらいやすい人を見てやるんですか？そうですよ。そんな頭じゃないもん。魂が結局心を殺さないためには不安を受け取ってもらわなくちゃいけないんです。この世界は固くだから、ね、そして不安を押し付けて生きてるんです、常に。だからどんなに責めちゃダメだ、責めちゃダメだって言ったって必ず責めるんです。責めなければ生きていけないから。そして大人になるにつれ、たくさんの触りをお腹の中に溜めていくんです。これが、阿弥陀仏は絶対見捨てませんよって聞いても、そんなはずはないって思わせる原因なんです。ね、何中天教なんていうふうに言われる理由なんです。だけど誰かがね、誰かが信じさせてあげなくちゃダメなんですよ。信じられないから信じろって言ったって無理なんです。信じさせてあげなくちゃいけない。それが真に仏陀に報いる道だからなんです。
報いるとはどういうことか。報いるっていうのはね、私も全知識がいて、私はどれだけ人に迷惑をかけたかわからない、どれだけ失敗をしたかわからない、どれだけ人を悲しませてきたかわからない、だけどその時に仏がですよ、私を支えてくれた仏が、私をもうこんなやつはダメだと、こんなやつはですよ、もう箸にも棒にもかからないと思って見捨てたら、今の私はないんです。いやー本当に思いますよ。私ほど極悪人だったんだなと、私のような極悪人はいなかったんだなと、今受ける結果を見るとですよ、ねえ、自分がやってきたことが自分に返ってきますから、ああこんなことをやったんだってことです。私はこんなことをしてきたんだ、もしやってなかったら因果ね、因果の通りでやってね帰ってくることはないです。私はきっとひどい悪人だったんですよね、いっぱい迷惑をかけてきた人だと思います。私ほど罪深い人間はないと思います。そうじゃなければ今こんな結果を受けないから。結果的にぶつけられてることですか。そう、ぶつけられる。今ね、こういう善知識としての道のりの中でいろんなことが起きる、いろんなことでね、いろいろ悩まされる。なんでか、私がやったからですよ、ね、私がやってなかったらこんな結果を受けることはなかった。だけどその時に私を支えてくれた仏はね、私を見捨てずに支えてくれたんです。ね、仏頓っていうのは因を知る心なんですよ。因を知る心、ね、原因を知る心が恩なんです。私は生まれ変わったから過去どんなことをしてきたかがわからないんです。今見たら、いや善人のように振る舞うね、見えると、それは今はそうかもしれない。でも過去世はどうだったかわからない、生まれ変わる前はどうだったかなんてわからない、私はどんな人間だったかもわからない。でも私にやってくる結果によってわかるんです。私にどんな結果がやってきてるかということによって、私はどんな人間だったかが分かるんです。これが因を知る心。たくさん疑われたかもしれない。怒りをぶつけられたかもしれない。ね、大事なものを壊してしまったかもしれない。皆さんは今の姿しか知らない。仏は三世を見通すんです。生まれ変わってしまうと記憶はないけど、こういう結果がやってくるっていうことは、僕もアル中だったかもしれない。薬中だったかもしれない。そして、ね、感情的になって怒りをぶつける人だったかもしれない。もうダメだって言って逃げ出す人だったかもしれない。迷惑をかけても何とも思わない人間だったかもしれない。でもよくもまあ見捨てなかったなあと思いますよ、こんな私をね。こんな私をよくもまあ見捨てずに今ね、今の今まで支えてくれたんだなと。それが今の今まで知らなんだんですよ。知らないで生きてきたんです。でも受けた時に、苦しみを受けた時に、ああ私がやってきたことだ、私がやってきたことだ、ね、それに
今度は私は報いようと、私もやってきたんだから今度はこの人にね、あなたも見捨てないよと、見捨てられないよと。なんでならば私も見捨てられなかったからだと。私が見捨てられないんだからあなたが見捨てられるはずはないと。それを伝えないといけないね。苦しみがやってきた時に、悲しみがやってきた時に、私はその度ごとに、ああ私がやってきた道なんだと。同業なんですから、私が仏に対してやってきた道なんだなとね。それをよくもまあ耐えてくれた、許してくれた、だから今があるんですよ。じゃあ今度はね、私がこの相手に、昔の私にですよ、伝えなければならない大悲があること。そう思うんです。その度ごとに思うんです。そこで責めちゃったらね、昔の私がかわいそうでしょ。なんてことしてくれたんだ、そんなこと言ったらかわいそうでしょ。昔の私があなたのためにやってんじゃない、昔の私のね、昔の私のためにやってくれた仏様のご恩に報えるためにあなたにやってるんですよ。あなたのためじゃないよ、仏塔に奉ずるためにやってるんだ、仏塔に報えるためにやってるんです。私も許してもらった、その仏様のご恩に報えるのは今しかないと。だからやるんです。あなたのためにやってんじゃない、仏塔奉者のためにやってるね。疑うなら疑ってください。私も疑ってきたね。だけど私の疑いを晴らしてくれた仏様がいるから、今私はここにいる、全知識になってるんです。私が特別善人で全知識になったとしたら、こんなことはやってきませんね。もう順風満帆ね、もう何の問題も起きませんよね。でもそんなことはない。まあ多分この中で一番の極悪人だったんです。私は一番の極悪人が私なんです。だからいろんなことを受けるでしょう。でもその度ごとに私は許されてきた、私はね、大事にされてきた、この疑いを晴らす、ね、晴らしてくださったんです。今度は私の番です。あなたの疑情を晴らすのは私の力じゃない、大悲の力なんです。大悲が広くですね、あまねく消すんです。私は大悲が知らされるからあなたに大悲を伝えられるんです。苦しみがやってきた時に、悲しみがやってきた時に、問題が起きた時に、大悲が知らされるから、ああ、仏って本当に広い心を持っている人なんだな、と。知らされるから、あなたにも諦めずに大悲を伝えられるんです。そんな簡単な道のりじゃないですよ。この、ね、触りというのは石のようなもんなんですから。至りて硬きは石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石をうがつ。石のような心を持ってるからね、話しても話しても響かないでしょ。いや、そんなことはない。あ、そんなことはないですか。おかしいな。眠いだけです。眠い、ああ、ね、響かないね。だけどその水が、その続けて続けて大悲を伝えていくことによってですね、
その石に、硬い石に穴を開けるっていうことがあるんです。ね、どんなにこの触りでですね、阿弥陀仏の大悲を信じられない悲しい過去を持っている人であったとしても、この大悲の思いでね、善知識が伝えていけば、お慈悲にて候間、大悲が強いから、あなたの偽情よりも大悲の方が勝ってるからね、信を追うべきなら信じられる日が来るんです。だからそれまで疑ってください。疑い抜いて全知識を悩ませてください。そういう大悲の話になると、こういう話なんですかね、その見捨てないとかいう話になると、最近はもうなんかこう涙が出るんですね、ここにいて、はい、実はそう数ヶ月とかどれぐらいか、前はそんなことなかったかな。それは心が喜んでるからです。ここ頭じゃない、下の心が。それも嫌なんですね、そうやってなるのか。それは頭はね、嫌ですね、分かんないけど、許してあげてください、感情が泣くの。いや、そんな泣いたりはしたくない、はい、泣いたりしたくないんで。いや、泣いたらいいじゃない。嫌ですよ、嫌ですよ。でもなんか結構ちょこちょこ最近はそういうことが多いんです、話の内容によって。人の話でも、うん、自分のことではそんななかったと思うんですけど、うん、多分そういう部分だと思うんですね。どんな人でも捨てないとかっていうような内容かな、分かんないけど、なってくるとなんかそうなるんですね、うん、はい、そうなると嫌だから、うん、だから来たくないっていうわけではないんですけど、うん、まあ、ちょっとこう人前で取り乱したりするのが一番嫌いなので、うん、取り乱したらいいじゃないですか。だからいいや、さっきの始まりもいいじゃないですか。さっきの始まりもな、これはもうちょっと今日は嫌だなと思って、その涙をこらえるのはさっき必死だった。歌でまるじゃん、涙の数だけ強くなれるさって、ね、強くなるためには泣いたらいいんです。泣いたらいい、はい、ね、みんな泣いてればいいじゃないですか。みんなもうね、意地と我慢で泣かないんです。これどうやってやる、泣いてください。でも本当に疑ってるんですけど、なんでそこで泣けるのかが分からない。なんでそこで泣けるのか、本当かなと思ってるのもあるし、うん、なんでその聞いててちょっと涙が出て困るっていうのは、もう今すでに何回か、だからそれだけ感情がやっぱり喜んでるんですよ、教えをこう受け取ってるから。でも理性としてはそれを認めたくないからこう否定してるんです。うん、泣いてください。はい、分かっていただきました。はい、ありがとうございます。